高須幸男、高須幸男、8月29日隊は日本の外交官国際公務員2012年から2017年まで国際連合事務次長2007年から2010年まで国連大使東京大学法学部第二類中隊1969年外務省に入省する同期入省に谷内翔太郎、田中人志、天木直人、と茂家俊則など 1981年国際連合日本代表部参事官としてニューヨークに赴任する。1988年本省に戻り大和局、西王第二課長。1989年国際連合局国連政策課長。1992年にインドネシア講使。1993年国連事務次長補、行政管理局財務官。 1997年国連日本代表部大使。2000年総合外交政策局、国際社会協力部長。2001年ザウィーン国際機関日本政府代表部、特命全権大使。2005年人間の安全保障担当、科学技術協力担当及び国連改革担当大使。また、ハーバード大学で客員フェローとして研究にあたる。2007年から、 特命全権大使、国際連合日本政府常駐代表となる。2010年8月に退任。2010年12月より、半気分国連事務総長の人間の安全保障に関する特別顧問。2012年4月、日本人として8人目の国連事務次長となり、管理局長となる。2017年退任。2020年、随法、重光明受賞。 国連総長、高須幸雄氏を人間の安全保障特別顧問に任命。MSN3K ニュース。2011年4月17日閲覧。国連、高須幸雄全国連大使を事務次長に任命。毎日新聞。h t t p 毎日 e j p セレクトニュース。2012万 426K000E030186000。E CHTML2012 年4月27日、閲覧。事務総長、高須幸吉を人間の安全保障担当特別顧問に任命。国際連合広報センター、官報号外、第230号、令和2年11月4日。ありがとうございます。